イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える、ベルシステム24。ベルシステム24。ベルシステム24のコンタクトセンターで働いていた佐原さん、家庭都合で引っ越しをした彼女は現在センターに行くことはできませんが、自宅でこれまでと同じ業務に従事しています。佐原さんを一例に、ベルシステム24が提案する在宅コンタクトセンターについて紹介していきます。ベルアットホーム、ベルシステム24が提案する在宅コンタクトセンターについて。在宅で勤務するコミュニケーターは一人になれる部屋があることが前提です。生活音が入らないように玄関のドア、窓は施錠し、インターフォンは切っておきます。 PC はネットワークの瞬断を防ぐため必ず有線ケーブルを使用します。ログインは本体と実作業をする仮想デスクトップの2段階です。データの持ち出しを防ぐため PC 本体にはデータ保存ができない仕様になっています。作業はクラウドサービスの仮想デスクトップ上で行います。仮想デスクトップでは業務に必要なあらゆるアプリケーションを使用することができます。センターにいるスーパーバイザーはコミュニケーターが着座しているか離席しているかを顔認証機能で判断します。業務開始前にはウェブ会議システムを使ってコミュニケーションを取ります。今日もよろしくお願いします。顔認証機能はご家族の突然の帰宅によって起こりうる問題にも対応できます。ただいま。おかえり。着座状況の監視のほか、なりすまし、覗き込みも検知します。検知したと同時にアラートメールがスーパーバイザーに送信され、瞬時に状況を把握することが可能です。センターにいるスーパーバイザーは稼働管理システムと顔認証機能でリアルタイムに在宅コミュニケーターの様子を監視することができます。はい、ベルシステム24、佐原です。需要でございますか？在宅コミュニケーターとお客様との会話は音声モニタリングも可能です。質疑応答にはチャット機能を利用し、リアルタイムにコンタクトが取れます。在宅コミュニケーターにもセンターにいる時と同様の安心感を与えることができます。在宅コンタクトセンターの導入でお子様のお迎えやご家族の介護など頻繁にセンターでの勤務ができない方、通常勤務では就業時間が短くなってしまう方にも柔軟な働き方ができるのです。ベルシステム24はこれからも新しい働き方と新しいコンタクトセンター像を提唱していきます。
ルシステム24。イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える。ベルシステム24。